でも回り続けるってやつだね。すごいね。すごくないこれ。ジュラシックワールド。うわあ、これだ、ジーニアスフルボトル。すごいこれ。こんにちは。です。はい、今日はですね、東京おもちゃショー2018やってきております。はい。そしてですね、今日はなんとゲストの方がいらっしゃいます。こちら。イエーイ。七色チューブのハチちゃんです。はい、今日はですね、一緒におもちゃショー見ていきましょう。じゃあ行こうか、イエーイ。はい、じゃあまずはタカラトミーブースです。すごい、もうゾイドワイドの。すごいね、ゾイド。めっちゃでかいんだけど、これはこれだ、ワイドライガー。ワイルドライガー、ワイルドメッセージ。かっこいいね。もう下が大体サイズだったね。あ、全国ネットにて毎週土曜朝6時半から放送となります。テレビアニメのドライバーのお手間でくださいませ。こっち動いてる。戦闘シーンも CG アニメでかっこよく描かれております。なおかつワイルドライバーが動いております。こっちにもある。ワイルドブラスト、はい、ジェットバスト、イエーイ。さあ、新しいもの出てるか見ていきましょう。あ、フリガンレクイエム、これ再販となったね。そして、あ、リバイブフェニックスだ。ほんと、え、こんなになってんだ。バーストしても回り続けるってやつだね。すごいね。あ、これベイチケット。ベイチケット。あ、これがレベルチップだ。レベルチップ。あ、こういう感じなのね、初めて見た。あ、レベルチップ。これ、これゲットすることによって3枚でありがいつ。なるほどね。うん、すげえじゃん。おー、アキラスのキットが銀もある。すごい。稲妻イレブンです。稲妻イレブンやってきました。はい、おわ、めっちゃかっこいいじゃん、これ。これだ、イレブンバンド。イレブンバンド、漫画とかアニメでも出てくるやつだね。これ、ちょっと色が分かれてるね。ああ、リーダーでバンドを登録できたりするんだね。これ、この間、コロコロコミックについてる。うん、ウーニーズです。お、ハチュちゃんが早速作ろうとしてるよ。さあ、こちらのブースから5,000、4,8種類、5,000種類など10種類です。なるほど。どうやってんの？で、れいちゃんもやってみて。これじゃ、これで。お、OK。お、できた、できた。いかがでしょうか？はい。あ、できた、できた。楽しめるじゃん。え、で、ハチちゃんが作ったのは？あ、それか。ほら。あ、で、くっつく。くっつけてみて、えちゃんのも。うん、おお、なるほど、こうやってくっつけていくんだ。すごい、すごい。面白いね。そうだね、すごい。あ、そうですね。私がトミカ 4D なんで。飛んでみる。トミカ 4D。うん。おお。あ、触れてる。すごくないこれ。これも。あ、本当だ。すごいね。ここまで来たか、トミカが。すごい。はい、スター・ウォーズです。イエーイ。あ、こんな衣装だ。あ、いいね、この服。エイシン君が持ってるやつよりも良さそうだよ。お、あ、こっちにもなんかある。え、このカイロレンのローブも良くない？あ、ケッセルランのミレニアムファルコンだ。究極のファルコンも登場だね。外装が吹き飛ぶ。あ、そうなんだ。あ、これでちょっと、はい、じゃ古い感じのファルコンになるのかな。あ、これが剥がれてます。そうだね。あ、
すごいね。あ、何これ。なんか4個にチェンジできる。本当だ。ボビワンとベイダーとメイスウィンドとヨーダ、そしてハンソロのスターウォーズストーリーのフィギュアもあるね。これのでかいバージョンだね。え、これは大きい。新しいインクレディブルのやつだね。あ、インクレディブルだね、これね。のフィギュアだ。あ、本当だ、フィギュア。この回でね、そういうストーリーもあるね。あとカーズ、あ、メタコレのあれだよ、マーベルのやつがある。本当だ。デッドプールとかスパイダーマンとかあるじゃん。本当だ、すごい。ね、これちょっと欲しいな。そう、ハロピカだって。ハロピカ、これすごいんじゃない。ピカチュウめっちゃ動いてる。かわいい、めっちゃかわいい。ジュラシックワールド、うわうわ恐竜。おや、あ、久しぶり。はいはい、おや、こんにちは。こんにちは。すごい、怖くないこれ。大丈夫。すごい、結構大きいね。アニアのジュラシックワールドがあるのね。すごいすごい。なるほどね。お、ちゃんとここに人もいる。そうそうそう。はい、バンダイブースやってきました。じゃあ行きましょう。イエイ、ハチちゃんも行こう。仮面ライダービルド。これだ。プレミアムコーナー限定。ああ、本当だ。グレートクロスドラゴン。かっこいいな。かっこいいじゃん。フィギュアーツのこのグレートクロスめっちゃかっこいいじゃん。すごい。あー、これだ、ジーニアストルボトル。おー、すごい、中がくよくよになってるな。なるほど、はい、ありがとうございました。ゲゲゲの鬼太郎ブースで、なんとこんなのが鬼太郎とネズミ男の目玉の親父。今回は東京おもちゃショー2018でした、はい、なかなかちょっと時間がなくて、ハチュちゃんごめんなさい。行きたいとこ行けなかったね、ごめんね。まあいい、楽しいから。でも新しいおもちゃとか見れてよかったですね。
はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。すると今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。